はい、おはようございます。ただいまの日時は平成30年12月7日、時間は9時56分です。現在ですね、岡山県庁の横を歩いておりまして、でその隣の岡山県議会に歩いて向かっているところです。でですね、本日は岡山県議会で本会議の方がありまして、そちらの傍聴に行かせてもらおうと思って、岡山、県議会の方に来させてもらいました。というわけで、ちょっと傍聴の手続きをしに行きたいので入っていこうと思います。ここですね、本会議傍聴受付中とありますので、ここで傍聴受付をさせてもらおうと思います。おはようございます。3階の方へお願いします、はいはい。ここですね、会議中、なんかサイレンが鳴ってますね。ただいま、本会議の一般質問の傍聴を終えたところです。時間は14時48分です。本会議の一般質問ですね、今回は4人の議員の方が一般質問、登壇されました。感想としては、これまでね、2回見た委員会に比べると内容の方が多岐にわたっていて、実際には面白いなと思います。いろいろね、興味深い内容が聞けたなと思います。岡山県民であれば一度はぜひね、見ておいた方がいいんじゃないかと思います。傍聴者なんですけれど、だいたい10人ぐらいおりまして、質問に登壇されている人、誰かに、結構出入りがあった印象です。おそらくね、その方の関係者であったり支援者の人が中心になって、
傍聴見ていたのかなという気はします。というわけでね、まあ、今回実際にね、議員の方の活動というかね、仕事と花形 議会のね、一般質問を見させてもらっていい経験になりましたので、今後ね、生かしていきたいなと思っております。というわけで、まあ、ちょっと岡山県立図書館が目の前にあるんですけれど、まあ、ちょっとここでね、作業を少しだけさせてもらおうかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。